皆さん、こんにちは。フォーサイト専任講師の五十嵐です。今回はですね、行政法を読む行政事件訴訟法の第18条から第21条をですね、扱っていきたいと思います。ここのですね、条文は引き続き取り消し訴訟に関する条文となっておりますので、しっかりとですね、見ていきたいと思います。では早速条文の方を見てまいりましょう。第18条、第三者は 取消し訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消し訴訟が口頭裁判所に継続しているときは、第16条第2項の規定を順用する。この第18条ですが、第3者による請求の追加的併合という見出しになっております。 この第三者ですが、原告でも被告でもないというふうに捉えていただければと思います。原告被告以外のですね、この第三者がですね、この口頭弁論の終結に至るまでであれば、関連請求に係る訴えであればですね、これに併合して提起することができるということですので、取決訴訟にですね、併合してこの第三者が提起することができるということになります。公段ですね、取決訴訟が口頭裁判所に継続しているときは、 第16条第2項の規定を重要するということですので、これはですね、いわゆる新旧の利益ですね。高等裁判所に継続しているときは、そのもう一つのですね、訴訟が、いわゆる2回しかですね、審理がなされなくなってしまいますので、いわゆる相手方の同意が必要であるというところになりますので、この点もですね、しっかりと押さえるようにしてください。では続いて第19条ですね、見てまいりましょう。1項原告は、 取消し訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消し訴訟が口頭裁判所に継続しているときは、第16条第2項の規定を順用する。第2項、全項の規定は、取消し訴訟について民事訴訟法第143条の規定の例によることを妨げない。 この第19条はですね、原告による請求の追加的併合について規定した条文となっております。一個のですね、主語はですね、原告はとなっておりますので、原告は取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまでですね、関連請求に係る訴えをですね、この取消訴訟に併合して提起することが可能であるということになります。後半部分ですね、口頭裁判所にですね、取消訴訟が継続しているときは、 これも被告の同意を得る必要があるということでですね、この第16条第2項の規定が順用されるということになります。2項ですね、見ていただきたいんですが、民事訴訟法第143条の規定の例によることを妨げないということですので、民事訴訟法の143条ですね、訴えの変更という規定になっているんですけれども、この訴えの変更もですね、可能であるというところですね、そこだけちょっと知識でですね、軽く押さえておいていただければと思います。 では続いて第20条ですね。見ていきましょう。第20条。前条第1項全段の規定により、処分の取り消しの訴えを、その処分についての審査請求を棄却した採決の取り消しの訴えに併合して提起する場合には、同項公団において準用する第16条第2項の規定に関わらず、処分の取り消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず、また、その提起があったときは、 出訴期間の遵守については、処分の取り消しの訴えは、採決の取り消しの訴えを提起したときに提起されたものとみなす。この20条もですね、引き続き原告による請求の追加的併合に関するですね、条文となっております。これはですね、いわゆる処分の取り消しの訴えと、それから採決の取り消しの訴えですね、これをですね、併合して提起する場合にはですね、 この第16条第2項の規定に関わらずということですので、被告の同意をですね、まあ、得る必要がないということになります。それから出訴期間の遵守というところについてもですね、処分の取り消しの訴えというものがですね、採決の取り消しの訴えを提起したときに、提起されたものとみなすということでですね、こちらもですね、ちょっと要件がですね、緩和しておりますので、この被告の同意、 得ることを要しないというところと、まあ、出訴期間の遵守についてですね。まあ、この二点ですね。合わせて押さえておいていただければと思います。では、続いて、第二十一条ですね、見ていきましょう。第二十一条。裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を、当該処分、または採決に係る事務の帰属する国、または公共団体に対する損害賠償。その他の請求に変更することが相当である。と認めるときは？ 請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申し立てにより、決定をもって訴えの変更を許すことができる。二項。全項の決定には、第十五条第二項の規定を順用する。三項。裁判所は、第一項の規定により、訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ当事者及び、 損害賠償、その他の請求に係る訴えの被告の意見を聞かなければならない。4項、訴えの変更を許す決定に対しては即時広告をすることができる。5項、訴えの変更を許さない決定に対しては不服を申し立てることができない。第21条ですが、国または公共団体に対する請求への訴えの変更という見出しになっております。 この第21条のまず1項ですね、見ていただきたいんですが、主語はですね、裁判所はというふうになっておりまして、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申し立てにより、決定をもって訴えの変更を許すことができるという形になっております。訴えの変更ですね、裁判所が許すことができるというところがですね、まず規定されております。で、2項ですね、全項の決定には、第15条第2項の規定を順用すると。 いうふうにありますので、これは15条2項に基づいてですね、いわゆる正本を被告に送達するということになります。から3項ですね、裁判所は第1項の規定により、訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ当事者および損害賠償、その他の請求に係る訴えの被告の意見を聞かなければならないという規定になっております。21条1項のですね、ケースなんですが、いわゆる取消訴訟のですね、 訴えの利益がなくなって、それをですね、国家賠償請求に変更するというようなケースをですね、想定していただければと思います。ということになりますので、この3項にですね、規定されている通り、訴えの変更をですね、許す決定をするにはですね、この被告の意見というものをですね、聞く必要があるんだというところをですね、押さえていただければと思います。で、4項は、訴えの変更を許す決定に対してですね、即時広告をすることができるというふうにありますので、この訴えの変更をですね、された いわゆる相手方の方ですかね、が、不服申し立てですね、することができるということになります。訴えの変更を許さない決定に対しては、不服をですね、申し立てることができないというところがですね、ここで規定されておりますので、ここもですね、確認をいただければと思います。では、今回ですね、18条から21条までですね、見てまいりましたが、18条からですね、20条に関しては、ちょっと近似のですね、試験では出題がございませんので、 ざっとですね、目を通していただく程度で問題ないかと思います。この第21条はですね、かなり前なんですけど、この第21条に関しては、ちょっと十数年前にですね、一度出題がありますので、再びですね、出題される可能性もございますので、この訴えの変更についての第21条のですね、条文については、ややですね、詳細に皆さんの方でも復習の方ですね、していただければと思います。では今回ですね、このあたりで失礼させていただきます。 ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。